伝わりがたいからさ。もしよかったら、おーすげえな、大花火ありがとう、キューピーさん。もしよかったら、ド M ちゃんフォローしてください。和道と言います。よろしくお願いします。大花火ありがとうございます。すげえな、限定アイテム。そっか、大花火売ってんだ、今。大花火お得だからね。ありがとう、キューピーさん。いつもすいません。うん。おはよう。なんかさ、でも、配信会がなんか、どんどん変わっていって面白いよね。いろんな若手配信者も出てきたし、古い配信者も復活してきてさ、大手配信者さんとかが。これだんだん面白いなと思ってるよ。フォローありがとう、ドレムちゃん。フォローありがとう。よろしく。うん。おい、ボン、お帰り。よろしく。キューピーさんいつもさらっとしてるというか、キューピーさん面白いよ。雑談力高いよ。あと、人を誹謗中傷絶対しないところが大好き。人をね、悪口言ったりとか一切しない。なんか、礼節をすごい大事にする人だから。まあ、そうだよね。上に立つ人って経営者もそうだけどさ、やっぱり、その人格者が多いんだよ。うん。じゃないとね、人はついてこないから。はい、中古はどつ、おはよう。なんか最近ね、肩こりが戻ってきてさ、伏せ頃の時、シャドーボクシングやってたじゃん。だから、血流が良くなってね、肩こりが全くなくなってたの。だからね、ちょっと1ヶ月リバウンドしてるし、シャドーやってないから、肩こり始めちゃって、運動しないとなと思ってんだよね。もしかしたらね、練習枠再開するかもしんない。そろそろ体鍛えないとダメだなと思ってて。みんな運動いいよ。ネットの人だからさ、俺も引きこもってたけど、なんかスポーツをしたり汗を流すってね、すごくいいことだっていうのに気づかされた。まあ、ドルさんのおかげだよね。運動する喜びを教えてくれたのはドルさんだから。ありがとうございます。キューピーさん花火ありがとう。いつもありがとうございます。キューピーさんマジで一回会ってみたいな。俺が言いたい。配信者。やっぱ大手配信者だし、古いなんか歴史があるからさ。懐かしいもん、若い頃。運を動かす。ほう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 。いい言葉だね。でも、運気は良くなるよね、やっぱ。運気は良くなる。なんでかって、多分ね、気持ちがスッキリするからだと思ってて。体を動かすとね、心が綺麗になるから、運が良くなるんだよ。笑顔になったりとか、リラックスしてるから。釈迦元気だよ。起きた。太陽が出てきたから。釈迦太陽浴びる？太陽浴びようか。ちょっとね。うわ、眩しい。釈迦に太陽浴びせる。キューピーさんはね、ちょっとね、コラボ、顔出しはあれみたいだけど、一回お会いし挨拶、ご飯を一緒にお食事行ったりしたいね。さっきの6割の下りはどろった俺はね、だいたい放送切るときに一言ある。やっぱさ、みんな音楽流れると切っちゃうのよ。だから最後に暗転しながら一言流すっていう。それを楽しみに最後まで見てくれるの。実は毎回やってるの。の番組構成ね。バーガープレゼントありがとう、丸さん。実は毎回一言言ってんの。音楽が終わるたんびに。ああ、そうだろうね。ジムとか通ったりスポーツしてる人に鬱は少ないだろうね。日光との関係が実はすごい関係あるの、鬱って。太陽浴びてると鬱になりづらいっていうのあるんだよ。運動と。だから鬱の治療ってね、運動療法ちゃんとあるの。お医者様から太陽浴びてください、鬱治りますよって。ありがとう、ボスさん。毎回ね、エンディング、ブラウザバックしないように、毎回一言言ってるんで。そこは番組作りのね、ポイントですよ。ドレさんの話で面白いね。やっぱ、格闘技の話と人生で何があったっていう話は面白いね。はい、キートンさん。キートン、増田さん、おはよう。おはよう。副交感神経とか自律神経とかが整うっていう話ね。まあ配信歴長いからね。そうそうそう。そこでクスッと人笑いがあると、ああ、やっぱ和道ちょっと、そう。だから和道が本気で言ってるのか、ネタで言ってるのかっていうのが分からないっていうのが俺の放送のミソだと思ってんの。でも9割本気で喋ってんだけど、嘘くせえなっていうのあるじゃん。
それが詐欺師のゆえんなんだよ。でも、最後の最後は本音をポロッと出すことによって、ちょっと薬ってくるような、そういうのを目指してる。最後、マイクとイヤホン外すところ？そうそう、大事なんだよ。ちょっと待ってね。テーブル拭きたい。灰がこぼれちゃった。雑巾濡らしてくるよ。ただいま。今日なんか和道さん違いますね。今日の和道さん雰囲気違いますね。バカ野郎、お前らが振りをするからだろうって思わない？今日和道さんなんか雰囲気違う。お前らがコメントで振りをずっとするからだろうが。お前らの振りに答えてなんでディスられねえといけねえんだよ俺は。勘弁してくれよ。振りに答えたらディスるのかよ。勘弁してよね、本当に。知恵いらっしゃい。そうそう。辛いよ、配信業。分かってる人は分かってるからいいんだけど。分かってる人は、ああ、もうどれの台本に乗っかるのね、つって。和道も大変だね、つって。クラインスタイル好きだった。ちょっとでもね、クラインスタイルは面白いなっていう。ちょっと地味にツボに入ってるところあるよ。おいー、キューピーさん花火ありがとう。キューピーさんありがとうございます。いつもありがとう。あざーす。よいしょ。でもクラインさんの放送あんまりちゃんと見たことないから、ちゃんと勉強しないとね、やっぱり。そうだ、領収書の整理もやんないといけないんだ。忙しい。本当に。今日日曜日だからあれかな、リスナーさんお休みの人も多いのかな。普段いない主婦勢とはちょっと違う感じがするね。お休みでね、これから多分午後ぐらいに起き始めるんでしょう、みんな。領収書の整理、なんて言えばいいんだろう。確定申告をするときに領収書を提出し、もし疲れたときにあれだから、全部取っといてるんですよ。こういう風にこう全部こう貼ってるのね。そう、何月何日分っていうの、これが大変なんだよね。そう、領収書をひたすらもう貼りまくっていくっていう、じゃないと経費で落ちないんだよ。明日もお休みか。あ、そっか、3連休か。世間は社長というか配信業、本当にあれだよ。みんなはちゃんとやってないかもしれないけど、確定申告とかもちゃんとやってるし、あれだよ、配信者としてインターネットタレントで登録してんの俺。税務署ちゃんとやってんだよ、意外と。笑うっしょ。じゃないとさ、つつかれるぜ本当に。そろそろ配信者誰か税金払ってねえとか。明日海の日なんだ。いや、すげえってさ、普通、納税の義務って言って普通のことじゃん。それを普通やるんだよ。だってさ、俺さ、ありがたいことにさ、今さ、月何十万か稼がせてもらってるわけよ。これ、ちゃんとやらないといつかやられるぞ、ほんと。
数百万稼いでる人とか。まあ、ほら、俺19の頃から個人事業主経験してるから、それ分かってんのよ。その、やっぱ友達とかがさ、マルサ入って苦労してるのとか見たから、税金。すごいのよ。昨日、チョコちゃんって自転、あ、はい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 。あ、そうなんだ。新宿行ったらリアトツでしましょう。リアトツ全然大関係だよ、俺。うん。そう。だからこんだけだよ。もう領収書だけでこんだけ溜まってるよ。ちゃんとやってるでしょ。で、財布の中にも領収書が溜まりまくってるんだよね。配信者に憧れたらダメ。こんなのはもう、ろくでもない人間がやるんだから、配信者に憧れたらダメよ。こんなのはもう、そう、人生の墓場ですよ。昔から違う？どうなんだろうね。わかんないけど。ブドウ糖先輩、おはよう。風船ありがとう。うん。税務署インターネットタレント見る？全然参考になるんだったら全然見せるけど、ちょっと待って、どのファイルだったっけな、これかな、黒かな、あ、黒じゃない、白か、ちょっと待って、俺は青で申告してるんだけど、個人事業主開業届でいい？ OK、Z さん。インターネットサービスにしてる。職業は。で、事業の概要のところにネットタレントって書いてる。うん、赤の母さんどこで売ってるんだよ。あ、これ？赤の川さん。これはね、これか。これは、ジムズインっていうところで買った川さん。でもね、本来は、パンクショップなんだけど、そんなに高い川さんじゃない。本当はね、やっぱショットのライダースとかはかっこいいんだけど、物自体はそんなにいいもんじゃないけど、デザインがやっぱいいよね。だから、初心者向けだよ。どちらかっていうと。ファッション川さんっていうか。うん、かっこいいでしょ、でも。うん、これいくらだったっけな、調べてみようか。ジムズインの母ちゃんいくらだったっけ、うん、ちょっと待って。似合う。そうそう、インターネットサービス業だね。ありがとう。Z さん、風船ありがとう。まあ、タレントと、あとお店やってる時もあるから。これ5万円かな？これ5万かもしんない。でも、あれですよ。多分5万円だと思うけど。ジムズイン、5万。5万かな？いや、革ジャンはもっと高いから、10万、20万が普通にある。普通にある。ちょっと待って。川さん値段出てこねえな。ショットはね、8万とか、もうちょいランクが上。ジムズインどこだっけな？ 5 万ぐらいだっけ？ちょっと待ってね。新品の価格がわかんない。多分ね、ジムズインの川さんこれなんだよ。これ、これじゃなくて、これでしょ？俺が持ってんのがこっちの方だよね。黒もあるね。これいくらなんだろう？いくらなんだろう？ジムズイン。現物値段書いてねえな。うん、多分これだよね。合ってるよね。値段書いてないわ。多分5万ぐらいだと思うけど。5万。まあ、それくらいするよな。新品で。ごめん、値段忘れちゃった。
手入れもちろんしてるよ。してないとこの感じは出ないから、うん、さっきの写真と全然違うはずなんだよ。色が深みが出てるというか柔らかくなってるし、うん、手入れは絶対する。そうそう、竹下のお店もうね、パンクショップが2店舗しか残ってないの。ジムズインかこのブレスレットが売ってる666っていう、この2つしかない。あとはもうゴスロリに取られちゃってんの、ゴシックロリータに。正統派パンクショップはこのジムズインと666、まあ原宿、日本にこの2つしかないんじゃない。あとまあ T シャツとかだとクリームソーダとかいろいろあるけど、あのなんつうの、ゴテゴテのパンクパンクしてるのはもう666とジムズインだって。で全部潰れたって。他のは悲しいよね。まあ、パンクファッションやってる人が少ないからね。でバムフラップもあれだよ、ジムズインだよ。俺はバムフラップ結構かっこいいんだよね。これケツ当てって言うんだけど、これね、本革で裏は布ね。そう、ここにステッカー入れていつも持ち歩いてて、リアとつあってステッカーありますかっつうとこっから出す。名刺ケース、竹尾菊池の名刺ケースに入れてる。でこういうデザインありますよっつってステッカー、リアとつしてステッカー買ったことある人なら知ってるはずよ。このバムフラップポシェットにしてんのね。この中にあの全部入ってるって。そうそう、これもジムズインって入ってるよ。バムフラップとか知らないでしょみんな。パンクスなら知ってるんだけど、ケツ当てって言ってお尻に当てるファッションのやつなのね。要は服を汚さないために、汚れてもいいようにこれをお尻に当てるの。これがケツ当てで、リバーシブルになってて、うん、乱視の缶バッジつけてるね。ジムズインって書いてあるでしょ、うん、そうそう、ケツ当て、これはパンクとか、まあ、パンクファッションな。そう、バムフラップとかケツ、まあ、ツーな人はケツ当てっていう。そうで、バムフラップっていう、バムフラップで検索してごらん。で本当はお尻につけるのね。だけど俺はポシェットにしてるから横につけてんの。かっこいいでしょ。でこれは一点物だからもう手に入らない。でリスナーさんでもこれ買おうとしたらしいけど、もう在庫ないって言われてるらしいよ。多分俺がつけてるからさ、和道リスナーがみんな買い占めちゃったんでしょ。だからまた再入荷したら買いな、666のこれ。かっこいいでしょ。タータン、タータンってなんだろう。タータンが分かんないね。これもだいぶ馴染んできたね、皮が。タータンチェック、ああそう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 、あのチェック柄ね、赤とか青とかね、黄色とか、そう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 。でもいろんなデザインあるよ、うん、バムフラップは女の子も全然使えるから。本当は物入れないんだけど、俺が変な使い方してんの。ポシェットに使ってて、本当はお尻に当ててズボンとか汚れない、お気に入りの服は汚れないようにするアイテムなのね。あんまり配信者してないのが売りっすね、僕は。配信者してんのがなんか嫌なんですよ。テレビっ子だしね。よく言われるの、テレビつまんねえよって。それは面白いテレビ見てなかっただけでしょって言ってんの。テレビ普通に配信より面白かったわって。今たまたまつまらないだけで、昔もワクワクするような番組あったよって。もう毎日テレビ見てたもん。配信の持っていき方？そう？普通に喋ってるだけよ。喋、うん、りが好きなの。すごい。あ、もしよかったらみんな Twitter、Facebook、YouTube とかいろいろやってるんで、特に YouTube フォローしてくれると嬉しいです。
ぜひまだ YouTube チャンネル登録してない方はこちらの URL をクリックしてチャンネル登録してください。ラジオ大好きよ。もう松本人志の放送局とか、あと、映画だとね、映画評論だと松山さんが好きだね、俺は。松山評論が大好きで。特に松山さんが好きなの。部屋汚い。もう汚くなっちゃったかな。すぐ汚くなっちゃう。汚しちゃうから。片してもらったばっかりなんだけどね。マリアさんいらっしゃい。汚いかも。もう汚れちゃったかも。今日は洗濯物しないと。ホーリーいらっしゃい。お疲れい。シルバーとレザー。俺はね、本当は実はゴールドが好きなのね。これゴールドなんだけど。だけど、まあ、なんかパンクファッションするんだったらシルバーかなと思ってて。数はどっち？まあ、合わせてるよね。昨日酒飲んでた、俺。俺、普段酒、家にいたら酒飲んでないよ。酔ってないよ、全然。シラフだよ。潔癖っぽいほど綺麗好き。俺は、なんかごちゃごちゃしてる。便所太郎さんみたいな部屋憧れんだよね。便所太郎さんの部屋、男の秘密基地って感じでかっこいいなと思って。いや、別に特になんもないっすね。なんもないっす。はい。別に、だってディスられるって言ってもね、みんなが思ってるよりもさ、ね、有名なわけじゃん、自分の名前が。だから、まあ、名前別によ、ね、誰かが俺の噂してんだろ。それがたまたま放送で言ってるだけでしょ。風船に酔ってた。バカありがとう、マルさん。お掃除枠、いや、もう、専属のクリーンレディーがいるから、俺の部屋の掃除は、1ヶ月に1回やってくれる人がいるの。だから、スタッフさんに任せてる。便所さんの部屋いいよね。便所さんの部屋好きよ。琉球グラス。全然うまくできてない。歪みすぎでしょ、これ。そうそう、解放。配信時間はバラバラっていうか、起きて、もうやりたいことだけやる人生にしようと思ってて、いつも言うんだけど、好きな人と好きなことを好きな時に好きな場所で好きなだけやるっていうのが俺の生き方なのね。
だから配信時間は何時って決めたら縛られるじゃん。だから起きたい時に起きて、寝たい時に寝て、あとは全部配信を使うっていうのが俺の人生。今のところはね、今配信好きだから。いい言葉ありがとう。好きな人と、順番も大事なのね。上から順番に大事な順番なの。好きな人と好きなことを好きな時に好きな場所で好きなだけやる。マルキーニョスいらっしゃい、若津。それが自分のライフスタイル。おい、おかえり。でも、それを唱え続けて何年ぐらいかかったかな、理想の生活が手に入るまで。結構苦しかったよ。もう若い頃なんか全然そんなのうまくいかなくて、もう、机上の空論だよね、本当に。ただ毎日唱え続けて、もう寝てても言えるもん。好きな人と好きなことを好きな時に好きな場所で好きなだけやるって。恋をする年齢じゃないよ。もう恋なんて、いつからしてないだろう。恋はしてないね、もうずっと。ただ愛はあるよ。愛はあるよ。ただ恋ってね、良くないんだよ、あんまり。ああ、カップ麺400円。あ、そうね。今回の麻生内閣は。あの人俺好きだったけどな、麻生さん。ボンボンだからね、あれ。ワドちゃん尊敬できるのがそういうとこなんだよな。そう。別に尊敬、リスペクト？ああ、全然するよ。東北はだから仙台まで行って帰ってきちゃったんだよね。千葉、茨城、どこまで行った？茨城、福島、仙台まで行ったんか。松井和代なんか騒いでるっていうのも知ってるし、でもあれは仕掛けだよ。あんなのに振り回されてるのなんかバカバカしいっていうか、なんか要は面白おかしくなんかをやってんでしょ？週刊文集とか。一回チラッと見たけど、あ、これマーケティングだと思ったよ。あ、もう頭のいいやつが台本書いてる。あんなの振り回されたもう一発で分かったから、萎えた。YouTube やったり、あれでしょ？ Twitter やったりして遊んでんでしょ？秋田とか、日本全国行くよ、全然。日本全国行く。もうテレビとか、ああいうバカっぽいのに振り回されるの、もう意味が分かんないと思って。もうニュースすら見なくなったもんね、バカバカしくて。だってニュースやめて3年、4年？で、テレビやめてもう7年、8年経つけど、何にも変わらないもん、生活。むしろ超いいよ。世間で何が起こってるとか、何にも変わらない。大阪は9月に行く予定です。何にも変わんない。北朝鮮が戦争始まるとかなんか言ってるけど、いや、始まんないでしょ。地震がとかなんだとか。俺は身の回りに起こったことが真実だと思ってるから、それ以外のことには関心ない。強さを追求してる。要は、だから、もう本当に映画だと思ってて、ドラマを作るか。ドラマ、メイクドラマっていうのを意識してて、放送に。要は、ただ絡むだけじゃ意味ないのね。そこにドラマ性を作る。だから、ドレさんに、何にもしたことない中年、スポーツをしてない男が、格闘技歴何歳の人に教わるっていう、台本じゃないけど、シナリオを書くの、自分の中で。で、テルっていうやつは、別に、普通に友達だったんだけど、そいつと戦うことになると。そのために修行をする。テルは全く練習しないから、対抗で練習をしまくらないといけないっていう。そう、映画を作ってる感じなの。その演者なの、自分が。だから練習したいとかじゃなくて、どうやったら客観的に面白くなるか。そう。だから練習したいわけじゃなくて、どうやったらこのドラマが成立するだろうっていうのを考えてやってるっていうか、それは台本組んでるっていうよりも考えながらやってるって感じ。今日何やったらみたいな。おちんちんシール？わかんない。そんな感じかな。関西、大阪で、香川さんのお店で、普通にコラボ放送をやるんで、もしよかったら、大阪の香川さんのお店を見てください。
勝ち負けは自分の中だけ、過去の自分に勝ててるか、今。要は理想の自分を手に入れてるかだけしか関心ないの。誰かと勝つ負けるは嫌いなの。そもそもの考え方が。だから、テルに負けたから捨て頃出たいじゃなくて、あの時自分を出し切らなかったから出たいの。そう。テルに対してどうこうって多分捨て頃に関して一回も言ってないはずなの。そう。香川さんっていう人がいるの。負けた方が美味しいとかないよ。それ勝負事だから、やっぱり、あれだよ。真剣にやってるよ。まあ見てもらったらわかるけど。わかるでしょ？だけど、その、自分と常に戦ってんの、いつも。あの自分はいいのかっていう。うん。あの自分の生き方で正しいのかとか、そういうのは常に考える。でも誰かに勝ちたいとか、誰かと何かっていうのは考えてないね。負けたら美味しい、勝ったら、打算的なの嫌いなの。うん、そうじゃなくて、最高に気持ちいいかどうか。うん、最高に気持ちいいかどうか。笑顔に出るじゃん、生き方って。顔見たらわかるんだよ、どんなやつか。そこにこだわりがある。うん。叩かれなかったね。うん。ぶったたかれると思ったよ。ザマーとか、カスガとか、ザコガとかさ。すごい叩かれると思ったけど。うん。それは本音で話してるからでしょ。本当の、本音、本当の心の音色でしょ。伝わるんだよ。そう、音楽の用語でバイブレーションってあるんだけど。楽器を使う人って空気の振動を操る人じゃん。気持ちにもバイブスってあって、バイブレーションがあって、こういい空気とか波長が合う音程とかだと、こう、いいバイブレーションが伝わるんだと思う。うん、俺は頭良くないよ、中卒だし。賢くない、全然。全然賢くない。うん、わかんない、それ。映画？トレンドの映画よりも古くていい DVD の映画見た方が得な気がするの。安いし。だからね、これだけは映画館で見たかったっていうのは出てくるからね、それが辛いんだけど。だから映画館で見ると外れが多くてさ。いや、賢くないよ、全然。賢かったら配信なんてやってないよ。うん。でしょ。しぶり系？まあ宮崎駿作品しか興味ないよね。おすすめの映画特にないっすね。鳥さんいるよ、ここに。今日光浴してる。ねえ、シャ、気持ちいいでしょ。シャ、うん。いるよ。遊んでる。昔からいる、もう3歳ぐらいだから、3年ぐらいいる。おすすめの映画っていうかね、俺の放送見てくれって感じだよね。映画なんか見てる暇あったらね。いや、ポンスケはね、なんか裏では礼儀正しいの。でもなんか放送回るとなんかやかってくるから、未だによくわかんないんだよね。なんか俺嫌いなんだよ、そのカメラ回った瞬間キャラ変える人って。裏ではめちゃめちゃいいやつなの。お、久しぶりっす、みたいな。元気っすかみたいな。あれ以来っすねとか、おいっすおいっすみたいな。それでやればいいのに、なんか、こいつはやーとか言って、詐欺師だからやーとか言って、いきなり言うから、うん、まあ、こういう人なんだなみたいな、うん。カメラ回ると、そのキャラが入るタイプだから、付き合いづらい。なんか、キャラに振り回されてる感じがして、なんか、もったいないっていうか、ダサいっていうか、自然とやればっていう。自分に自信がないんだろうね、多分、うん。自分に自信がないからキャラを作るんだと思ってて。俺は自分を磨いてきたの、今まで。そう。かっこいい自分になりたいのはみんなそうだけど、毎日プライベートでも言ってることとやってることが違ったらがっかりするじゃん。
あ、この人偽物なんだって思った。うん。あ、この人偽物なんだなって。高垣堂対エヴァとは全然違うよ。獅童正宗って人が原作の漫画なんだけど、すごい、マトリックスとかあるでしょ？マトリックスは高垣堂対のパクリだって言われてるぐらい影響を与えてんのね。で、いろんな監督に影響を与えてる、漫画。いや、謙虚かどうかじゃなくて、カメラが回ったら急に豹変するってことはさ、キャラクターに振り回されてるわけじゃん？ってことは自分に自信がないのかなと思っちゃう。なんか、俺ら俳優でもなければ芸人でもないのに、ありのままで勝負した方がかっこいいのにっていう。普通にいいやつだったから、カメラ回ってない時。何なんだろうみたいな。そう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 。なんか、ディスを常にしてないと成立しない放送なんだって。なんか、いや、俺はあんま好きじゃない。ああいうスタイル。めんどくさい。好きとか嫌いとかじゃなくて、なんか、配信者のスタイルとして嫌だ。だから、アイオイちゃんとかと一緒でキャラものだよね。アメリカ人とか。キャラもの系は嫌い。なんか寿命が短いと思うから。あれも版権で揉めたもんね、応援兄弟と。プロダクション IG が。タカさんはどつ？いや、別に切れはしないけど、いや、一回なんかヘタレとか言われたから、あ、やんのかっつったけどね。うん。いや、逃げたけど。いや、どれに言ったんだよとか言われたから。うん、いいよ、買うよ、喧嘩っつって。まあなんか、キッズ向けだなとは思ったよね。うい、やれやれ、ボンスケーみたいな。まあ、俺、キッズ相手にする気全然ねえから。うん。後ろの本棚のそこにある。うん、そこ。うん。まあ、キャスは子供が多いもんな。しょうがない。ふわっちはアダルティーってすごい好きだよ。そりゃそうだよね。キッズは金持ってねえもんな。アイテム投げらんねえもんな。釈迦。私もピンポンしたら寝起きだったら帰るやって怒鳴られるんですか？そりゃそうでしょ。いや、前から約束してたら怒鳴らないよ。いきなりだよ。いきなりカズがピンポンピンポンピンポンって100回押してみ。うらーって言うよ。うん。そりゃそうでしょ。女の子だよ、坂は。キレゲーは結局オチがつかないんだよね。最後のリングまではいけないだろうし。まあ、警察沙汰のオチしかないでしょ。うん。それが殴って終わるとか。うん。あ、まあ、そうだろうね。うん。っていうか、だいたい3年だよ。同じ人を追っかけるの。で、本当に面白かったら戻ってくるんだよ。うん。それがね、配信者の寿命。3年間ね、要は俺は10年スパンで考えてるけど、そのサイクルをゆっくりに変えてるんだけど。
あ、みんなもしよかったらツイッターもフォローしてね。よろしく。そう、なんか、その、いや、嬉しいのよ、気持ちは。あのね、でもね、小野陽子の対応を見て、俺はこういう風に生きようって考えたシーンがあって、小野陽子が、ファンが手紙をこう持って、ホテルにリア突するんだよ。ファンがね、こう、わー、陽子っつって、手紙をこうやってやるの。でも、SP に囲まれてんだよ、小野陽子は。その時に、陽子が言うの。手紙を、あ、じゃあ、陽子って言いたいことがあるんだって言ったんだ。手紙を持ってきたんだけど、その時に陽子さんは一言、あなた、手紙を書きなさいっていうの。要は、言いたいことがあっても、そのもう違うと、住んでる世界が。これ悪い意味で捉えないでね。住んでる世界違うんだよ。小野陽子とその一般人は。で、簡単に会えると思ったら困るの。実績が出してるんだから、陽子は。だから手紙を書きなさいって、あなたは手紙を書いて私にまず、ね、興味が湧くかどうかアプローチをする立場なんだよって。で、もし関心があったらそうするからって。要はもう距離感が違うのよ。そう。だから、それができない人と会わないよ。やっぱり。これ大事な話なの。伝わるかな？そうせざるを得ないというか。だから、いきなりピンポンピンポンって言ったら警察呼ばれるのが普通だよ。でも俺ももうタワーマンションに住まないとなと思ってんの。実は引っ越し考えてんの。要は会えないように、もう受付のエントランスのところでスタッフに、いや、入れませんよって。ちゃんとしたところに住んで、で、やるべきだよね。もうピンポン鳴らせる環境がおかしいんだから。でも別にアポイント取って、何月何日で会いたいんだけど、つって俺がいいよっつったら会うよ。いや、手紙っていうか、例えば LINE とか DM とか繋がる手段はあるわけじゃん。だから、この前さ、1日50万って言ったけど、今、冷静に言うと、1日30万もらわないとダメなの、俺。和道とプライベートで1日開けてくんないって言ったら、じゃあ30万用意できるって話になってくんのよ。だから本当に書こうと思ってんの、プロフィール欄に。1日30万だから、12時間で30万割るといくら？時給換算すると、30万割る、12時間。時給2万5千円なんだよ、俺。時給2万5千円。だから1時間俺に放送しないで配信外で会ってっつったら、じゃあ1時間2万5千円ですっていうのが、俺の今の役割だよ。そうそう、リアルタイムコメントでいいじゃん、別に。都内のタワマン家賃20万ぐらいするんじゃないの？するよ。くみたんは一つ。そうそう、コンシェルジュがいるところね。でもそうしていかないとダメだなと思ってる。1時間用事あげて、じゃあ2万5千円分ステッカー買ってくれますかって話だ。今の家賃6万円だよ、俺。まあまあ、そうよ。そうしていかないと自分のセキュリティを守っていかないとダメなんだよね。エミちゃん、おはよう。あ、そう、みんなにね、お願いがあって、和道旅団何々支部長とか書いてくれてるけど、コメント読み上げ機能つけると、あれだから、もし和道旅団つけてくれる人はね、何々アット和道、あ、何々和道旅団に変えて。じゃないと、コメント読み上げがクソ長くなって、この前成立しなかったんだ。はるさん、おはよう。だから、和道旅団だけつけて、みんな、ドクロマークと、悪魔マークと和道旅団だけつけるようにして。コメント読み上げがね、めんどくさい。いや、リア突はできるよ、カズ。違う違う違う。話を聞いてないな。ちょっとトイレ行ってくる。トイレ行ってくる。
はい、ただいま。はい、ただいま。会うなら配信中止にまでして会うから、時給払ってたって。どういうこと？誰が？はい、ただいま。どうも。過去の栄光だから、いつも言ってたじゃん。今会うのは俺と、今リアドするのは安いよって。みんなそうなんだって。価値が上がってくると、有名になってくると、会いたい会いたいなんだよ。違うって、今安いんだよって。ただで俺に会えるんだよって。ただで会えるんだよって言ってたけど、興味ないわって言ってたけど、有名になってくると会いたくなってくるんだよ。でも有名になればなるほど、どんどん時給が高くなってくるんだから。だって俺配信ね、してない時間、1時間2万5千円払わないとさ、俺その分損益が出ちゃうんだもん。誰でも付けられるよ、ルンペンさんさん。だから和道を囲ってるっていうことだから。和道旅団って。だからまあ配信つけないで会えるって。あ、いいですけど、1時間2万5千円かかりますよって。そうなるでしょ。それ普通のことだと思うよ。その、なんかぶっ飛んだことを言ってるわけじゃなくて、その上流社会って言うんだけど、その上流国民、要は上流世界に住んでる人はみんなそうでしょ。孫正義だってアポイント取るの1年かかるんだよ。この人と会うためにって。現役旅団から取った。そうだね。でもね、旅団ってね、部隊の規模なんだよ。部隊の規模の。旅団の使い方は意味は違ってるんだけどね。そう。でもそういうことよ。だからまあ配信回ってる時にさ、リアとしてステッカー買えばさ、外配信やってる時に、タダでステッカー買えて、俺とタダで触れ合えるわけだから、そういう機会を利用してほしいよね。オフ会とか、俺と喋りたい人は。じゃあ安く済むでしょ。そういう機会は作っていくから。紫の顔はコピペすればいいよ、エミちゃん。悪魔って検索すればいいよ、コピペとか。そう、舞台の大きさなんだよね。そう。おい、ゴッタ方、バーガー10個ありがとう。体調悪くないよ、全然。普通かな？普通。アイテムタイム。何？俺の放送潰す気？また。でもあれはあれでいいじゃん。普通に楽しもうよ。あれを毎回やってたら死ぬぞ。ほんと、配信者潰れるぞ、ゴッタから。あれはノリで3時間やりきったけど、毎日あんなことやってたら俺、ほんとに死ぬぞ。はい、ありがとう。ゴッタから、花火ありがとう。えい。ありがとう。
お、すげえすげえ。ゴッタカだ。花火ありがとう。二発目花火ありがとう。どうした、ゴッタカだ。本気出すの？ありがとう、ゴッタカだ。わお、すげえな。ゴッタカだ。花火三発目ありがとう。はい、ゴッドタカだから、ザンザンバリバリ、ザンザンバリバリ、花火3発目ありがとうございます。ゴッドタカだ、花火4発目ありがとう。どうした、ゴッドタカだ。どうした、ゴッドタカだ。ありがとうございます。何これ。ゴッドタカだ、5発目花火ありがとう。ゴッドタカだ、ありがとうございます。マジか？マジか？ありがとう、ゴッドタカだ。こんなにたくさん。ありがとうね。はい、ゴッドタカだ、6発目花火ありがとうございます。6発目花火ありがとうございます。チャウチャウさん、おはよう。おはよう。楽しんでて。もしよかったらフォローして。ゴッド高田、7発目花火ありがとうございます。よろしくお願いします。本日もゴッド高田をよろしくお願いします。ゴッド高田、8発目花火、8発目花火。ゴッド高田、よろしくお願いします。GOD。高い田んぼの田と書いて、ゴッド高田、9発目の花火、ありがとうございます。皆様、投票はどうか。ゴッド高田、ゴッド高田をよろしくお願いします。ゴッド高田から10発目の花火、ありがとうございます。皆様、投票の際は、ゴッド高田、ゴッド高田をよろしくお願いします。ゴッド高田、ありがとう。大花火ありがとう。ゴッド高田、大花火ありがとう。すごいね。ありがとう、ゴッド高田、こんなにたくさん。ありがとうございます。ありがとう。どうしたんだろうね。ゴッド高田、花火師に変わったんだけど。ありがとう、ゴッド高田。嬉しいです。ありがとう。何者なんだろうね。荒野のサムネ、これ。荒野なのかな、これ。ていうかさ、俺気づいたんだけど、荒野の顔って可愛いな。俺、荒野ブサイクだと思ってたの、今まで。花火いっぱいありがとう。お、エルさんいらっしゃい。荒野が、なんか、顔写真のやつ、すげえ可愛い顔してんだよね、あいつ。ブサ可愛いっていうか、わかる？なんか、生き物がかりのボーカルみたいな、わかる？ なんか、バンドのボーカルみたいな、ブサ可愛い女の子いるじゃん。あんな感じで、荒野こいつ可愛いなと思って。最近ね、荒野の見る目が変わったんだよ。荒野可愛いってこういうことか、みたいな。いや、ブサイクはブサイクだと思うんだけど、なんかね、可愛さがあるんだよ、どっかに。なんかペット的な可愛さっていうか。最近気づいたね。ありがとう、みんな応援してくれて。サタンおはよう。サタンおはよう。荒野可愛いよね。儲かるの？一応これで飯食えるぐらいは、真面目社長さん。これで飯食っていけるぐらいは稼いでます。美人は3日で飽きる。俺、美人と付き合ったことねえかんな。そのぶっ飛んだ美人っていうの。それがよくわかんないよね。美人は3日で飽きるっていうのは。まあまあ、これ仕事にしてますね、僕は。荒野金髪にしたのはね、やっちょだよね。配信者忙しい。例えば、どういう生活か、じゃあ見せようか。ちょっと待って。ちょっと待ってね。ちょっとウェイ、ジャストモーメントプリーズだね。ジャストモーメントプリーズ。忙しいかどうかで言うね、話をするのであれば、ちょっと待って、ルンペンさんの。1日の平均配信時間がこんな感じかな。見える？1日の平均配信時間がこんな感じなの。放送時間、これ。7時間、9.5時間、10時間、7.5時間、6時間、0時間、12時間、1.5時間、6.5時間、6時間、24時間、6時間、11.5時間。まあだから、これが配信の放送してる時間ね。で、ここにご飯食べる時間とか、別に風呂入る時間とか、
だからそのいろんな時間があるわけだ。そう考えると大変かどうかっていうのは人によるよね。真面目っつうか営業日報つけてて、その、なんて言うんだろう。まあ今日どれくらいフォロワーが増えたとかを計算してんの。で、じゃないと、どういう放送をやって、どうやってやったらフォロワーが増えるとかわかんないじゃん。で、こういう営業日報、例えば沖縄とか企画内容とか、全部つけるようにはしてるけどね。まあ、こんな感じかな。何をやったらフォロワーが増えていくのかとか、全部計算しながらやってるけど。だからそれが忙しいのかどうなのかっていうのは人によると思うけど、解釈だから。早起きだね。そうだね、夜中。まあ、飯食えればプロ。税務署とか大丈夫。まあ、確定申告してるから大丈夫だよ。昔は平均14時間だったね。まあ、平均7時間ぐらいやってるかな。今は、今月は。まあまあまあ、まあ、だって仕事だもん。普通の労働者っていうか、俺は普通にこれが仕事だって、本当に。で、営業日報つけてる時間もあれば、ステッカー郵送作業とかもあれば、なんだろう、本当に企画考えたりとか、あと音楽の打ち合わせとか BGM とかの。で、権利の問題。で、配信サイトからスカウトが来てるから、それの返信とか。だから、その、おはようとかいう LINE とか送らないでっつっての。おはよう、今何してんの？無駄なの？俺からすると、その時間。そうそう、好きだから続けられるって、ただそれだけだよ。まあ、切るはどっち？だから、多分、その放送は10時間とか9時間とかだけど、平均すると、多分その労働時間で言ったら12時間は超えてるよ。前とネックレス変わった。前はこれでしょ、多分。前ってこれのことだと思うけど。前使ったのこれね。変わったね。いってらー。まあビジネスっていうか、普通に俺は、仕事としてこれを捉えてやってるけど。だからまあ全然苦しくないけどね、そう代わり。あ、もう、ただディスしたくて人格して否定をするダメだけだったらブロック入れますけど、真面目さん。ただの、誹謗中傷なんで、これ。おはよう送らないでって。いや、別にいいんだけど、返信を求められる時があるの。なんでおはよう返さないの？とか、既読無視ですか？とか。そんなのさ、バカじゃん。バカすぎるじゃん。俺の夢とかやりたいことを潰す気って思ってるよ。俺は本気でそう思うから、イライラする。なんだこいつ、俺のアンチかって。おはようって送られるだけでアンチだかんね。俺の放送ちゃんと見てない。おはようって送るぐらいだったらさ、そのステッカー1枚売ってくださいっていう方が正しいでしょ。見ろ、おはよう。そう、コメントで言う分にはいいよ。仕事だから。おはようって、おはようって返せるじゃん。LINE って大変なのよ。朝起きて30分潰れんだよ。全員におはよう打つだけで。そんなん相手にしてらんないよ。そんなのいち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 かまってたら大変だよね。そう、本当に朝、もう、だから LINE つむつむとか、本当ブロック入れてる。つむつむやりませんかとか、もうバカじゃねえのとか思って。配信時間によってリスナーの年齢層とか分かりますか？そこまでは分かんないです。ニコ生を追っかけるツールがあったんだけど、 YouTube は分かるのね。男性なのか女性なのか、日本なのかアメリカなのかとか、全部データが出んの。アナリティクスで。ただ、ふわっちはわかんない。おはよう、ぬこちぐら。ツイッターや LINE で何してるって放送外に送れば配信者は喜ぶと思ってた。過疎は喜ぶんじゃ。ただ、大手は忙しいから、毎朝おはようだけで40件ぐらい来んの。全員シカトです。基本的には。気が向いた時は送ったりすることもある。だからラッキーだと思ってください。ゲームつむつむの、なんか要はゲームの告知が来るんだよ。要はシェアして、
誰かを誘うとポイントが入るんでしょ。だから俺になんか宣伝してくんだけども、殺意湧くような。みんな業務時間を24時間に近づけるのはちゃんと理由があってブラックじゃないよ。そんな暇ねえよっていう。そう、ゲームなんかやってる時間あったら稼ぐわっていう。そう。だからまあ、なんつうんだろう。暇つぶしにされるとイラつくっていう感じだよ。要件がないのはめんどくさい。俺からすると。要件がない人が、来るとイラッとするっていう。つむつむやってるんじゃなくて、リスナーが勧誘してくんのよ。速攻ブロック。つむつむやりませんかって。やだよね。おはよう、そそ。おはよあ、じゃあ1時間経過したのでアイテムタイムを入ります。もしよかったらアイテム投げてください。2分間です。気持ちで全然いいんで、風船1個からで全然構いません。よろしくお願いします。おはよう。みーたん、おはよう。将棋いってらっしゃい。パフェありがとう、マキル。パフェありがとう。マキルありがとうね、いつも。ぬこちぐらさん、風船ありがとう。ちょっと待って、ちょっと待って、待って、待って、ゴッタ方、バーガーありがとう、ぬこちぐら風船ありがとう、先んしょう風船ありがとう、ゴッタ方、バーガーありがとう、ナイツさん風船100個ありがとう、ゴッタ方、バーガー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 ありがとう、レクチーハートありがとう、ゴッタ方、バーガーありがとう、サータン風船ありがとう、ツンちゃん風船50個ありがとう、アッコ、バーガー5個ありがとう、サータン風船ありがとう、ゴッタ方、バーガー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 ありがとう、ブラックミッキーさん、バーガーありがとう、ゴッタ方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 、バーガーありがとう、キムチ番長さん、バーガーありがとう、モカモカバーガーありがとう、モカモカバーガーありがとう、モカモカバーガーありがとう、ちょっと止まらないの延長します。モカモカバーガーありがとう、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 ちょまとめてくれよ、モカモカバーガーありがとう、終わり終わり終わり、アイテムタイム終了だから、ちょっと止めて、モカモカバーガーありがとう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 、モカモカバーガー、キムチ番長バーガーありがとう、ちょっと止めて止めて止めて、モカモカバーガーありがとう、キムチ番長バーガーありがとう、モカモカバーガーありがとう、ストップ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 、はい、モカモカバーガーありがとう、止めて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 、止めて止めて、これ放送潰れちゃうから、放送潰れちゃうからね。はい、みんなありがとう。いいね、だん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 やりたいことができてきたね。いやいやいや、もうこれ続けてたらもう大変なことになるの知ってるでしょ。3時間やったんだよ、昨日。マジで、大変だったから。2分間のアイテムタイム限定でやろう。限定で。普通のトークも楽しんでる人いるからね。みんなアイテムありがとうございます。みんなアイテムありがとう。サンキュー。他の人が見たらびっくりするよね。ゴッド高田のインパクト。ゴッド高田の存在感。すごいよね。なんだろうね、ゴッド高田。はい。エルさん、バーガー10個ありがとう。1時間に1回アイテムタイムがありますので、アイテムタイム来たら忘れてたら、ワードアイテムタイムだよって教えてね。ルンベンさんの買っておかないと。今のうち買っておきな。今のうち買っときな。カズバーガー10個ありがとう。連続だとね、放送が潰れちゃうからね。そこはね、気を使っていただけると。ありがとう、みんな。
たまに大手でツイッターの返信ほとんど返してる人いるよね。ツイッターの返信は俺は返さないようにしてるかな、なるべく。で、返信返すのは、なんだろう。DM の返信は返すけど、テンプレを返してるかな。基本的にはやりとりは、LINE でやってますっていう、テンプレメールを返してるかな。いえいえ、もかもかさんありがとうね。バーガーたくさん。ありがとう。嬉しいですよ。いつもありがとう。謝らないで。おはよう、さや。おはよう。あ、あとみんなマジでこれお願いないんだけど、しつこいかもしんないけど、YouTube のチャンネル登録マジでお願いします。本当に。まだしてない人は今すぐ、登録してくださいって書いてある下の URL、ポチッと押すと、俺の YouTube に飛びます。 YouTube チャンネル登録ボタンを必ず押していただけると嬉しいです。皆さん本当に協力してください。もう少しで1000人行くんで、YouTube チャンネル登録まだの人はぜひ協力してください。よろしくお願いします。 YouTube 今後 YouTuber として力入れて活動していくので、ぜひぜひご協力お願いします。 YouTube ライブって言って YouTube で生放送もやっていく予定なんで、ぜひ協力お願いします。あとね、ツイッターとかフェイスブックは気が向いたらで全然構いません。なんか SNS で。LINE とフェイスブックは5000人限定で友達になれますので。漫画紹介？漫画紹介はもういいかな。なんか自由にやるのがいいやと思って。企画したのはもうやらない。時間が足りないのよ、今。乃木編。本当に。配信で1億っていう目標を達成するためには、やるべきことがいっぱいあるから、目標設定がガッて定まったから、それに向かって走るよ。そうだね、 YouTube ライブ結構やってる配信者多いね。海老蔵さんとかもやってるし、結構みんな今力入れてる。 YouTube ライブはこれから来ると思ってるよ、俺。だからみんな頼むね、 YouTube ライブチャンネル登録よろしくです。どうでもいい LINE を送ってくる。例えばなんだけど、今日朝解放から LINE 来たんだけど、読み上げようか。解放から来た朝の LINE。40件あるうちの一番インパクトあった LINE を読み上げます。解放の LINE 読み上げようか。もう朝一イラッとしたやつね。ちょっと待ってね。解放。YouTube 見直して私も宣言します。女版リリー・フランキーになることと、和道さんの作る映画に出演することと、親のためにマンション1棟をプレゼントすることです。欲張りかな、わら。イメトレ大事なのはすごく分かったので、私どんどん綺麗になることを宣言するよ。あと、和道さんのことは異性としては諦めました。もう弟子としてファンとしてクリーンレディーとして全うします。でも、ここからイラッとしたポイントで、ね。でも、もし抜きたい時があれば、手こぎ係もするし、穴も使ってください。弟子は師匠に言われたことは絶対だし、誰にも言わないから、もちろんのんちゃんにも言わないし、むしろのんちゃんとはキャスバーンとの時みたく仲良くしていきたい。もう喧嘩売ってるスタイルね。てか、和道さんの周りの人とみんな仲良くしていきたい。これが今の私の気持ちです。今後ともよろしくお願いします。もう完全に舐めてるでしょ、これ。完全に舐めてるでしょ。YouTube 登録ありがとう。これは、こういうメールを、こういうのはシカトっていう。もう、シカトです。手こきするんかい。手こき係、穴も使ってください。完全に舐められてる。そう。ポケモンが様子がおかしい。そろそろ大木戸博士に預けないとね。笑うでしょ。これが今日の朝一インパクトがあった LINE だけど。怖いでしょ。あれからしばらく家にいたよ。気持ち悪いとか、ドルフィン。いや、大変なんだよ。な、おはようとか。でも、放送でちゃんとこういうの困るんだよって言ったら、長文で、あ、ごめんなさいって。私知らないで、和道さんおはようって毎日送ってたけど気をつけますって。そういう状況なの分かりました。でも、ファンレターは嬉しいの、そういう長文で。勇気が出るから。返信は結構ですけど、和道さんの放送で勇気づけられてますとか、こんな放送が大好きですみたいな、今後とも応援していきますみたいな、そういうのは嬉しいよ。
さやの LINE いつも返してくれてありがとうはダメ言っちゃ。それは LINE 返ってきてないリスナーに対してあれだから、それはシーサーや。さや。こういうのはダメ。うん。それは周りの人に喧嘩売ってるんだもん。うなちゃんマンコいらっしゃい。はい、ののわどつゆ、お疲れ、のの。返すときはあるよ、そりゃ。タイミング的にね。例えば電車乗ってて偶然、暇なときに、おはようって来たら、おはようとか打つことあるけど。じゃ確率の問題だからさ。目覚ましとしては優秀じゃん。夜中もビンビン鳴るんだよ。決まった時間に来るわけじゃねえんだよ。要は、鳴ってるのをずっと無視してんで、起きたら40件溜まってるって話よ。それが嫌なの。大変なのよ。まあ、LINE 送るなって話じゃないの。要件をしっかり伝える。要はファンレターならファンレターで気持ちを書いて送ってもらったら伝わるよ。そう。あと、ステッカーくださいとかを優先するでしょ。のの、ハートありがとう。それは優先しますよ。ただ、優先順位っていうのが絶対あるのよ、人間には。それを言ってんの、俺は。いやいやいや、石野とはもう古い付き合いだよ、俺。だって、浅井さんと出会ったの、石野康介といたからだからね。石野とのコラボは面白かったな。昔のな。1ヶ月一緒に生活してたの。この部屋にいたんだよ、石野。みんな知らないかもしれないけど。石野、この部屋で1ヶ月生活してたんだよ。1ヶ月半ぐらいか。LINE グループで300人ぐらい。気づいたら来てて、充電切れた時通知オフにした。ひたすら LINE 来る。うるさいよね。いいんだよ、ほっとけば。いいんだよ、自由にさせてやろうよ。解放おもちゃじゃねえんだから。石野に説教する会とかいろいろ面白かったよね。あと、竹本っているじゃん、丸亀の竹本で。俺と石野が焼肉パーティーやんの、この部屋で。そう、まだ机とか棚とかないから、テーブルを置いて2人でドンって座ってて、焼肉食ってんの、焼きそばとか。その時にトツがかかってくんの、竹本から。で、そして、ね、ずーっとフルシカトしながら「うまいっすねー」とか言って焼肉食って、竹本が「うらー」とか言ってガンガン攻めてくるんだけど、「あービールうめえわー」とか言っておちょくりまくってたら 竹本何したかって言ったら、30分後ずーっと煽り続けて、あんまりにも仕事されるから ブルン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 とか言って、チェーンソー回し始めて、超面白かったよね。突でずっとチェーンソーの音が聞こえてくるけど、俺らフルシカとして石野って「うまいっすねー、和野さん」とか言って焼肉食い続けるっていう枠があるの。あれは面白かった。残ってんのかな、その映像。あったよね。あ、ののそんな古いリスナーなの？その映像見る？まだ残ってるかな？ちょっと待ってね、探してみるよ。あ、石野と和道が出会うシーンあるよ。ちょっと見てみようか。石野康介スペシャル。ちょっと見てみよう。懐かしすぎるんだけど。何年前もう。何年前これ。全然違う。あ、そうかな。うわ、懐かなんでしい。飯行く？いや、俺オフラインだけど、こんな感じだよ、全然。やべえ、超懐かしい。うん。おはよう、マイニャン。石野も俺も若いね。若い石野が。石野若い。なんだ、どういうの違う？あ、超懐かしいな。全然、懐かしい何ね。超懐かしいね。あれ？言うことしてるんだ。そう、石野康介、タバコ一本くださいの回とか、超笑うよね、これ。これ超熱いフよローね。ラ、ちょっと待ってね。SF 映画ファンの皆さんへ。これ。
これ面白かったわ。最高に好きな回だわ。タバコ一本くださいよの回。いやー、楽しみですね、旅。あ、ほら、旅って言ってるでしょ。旅って言ってるでしょ、やっぱ前から。うん、どこ行こうか。一種のホームレス。どこ行こうかな。やべ、超面白い。これ見ようか。こっちの方で合ってるのかな。あ、そうなんだ、見える。この頃じゃん、じゃあ。これ懐かしいわ。うん、それ絡む？どうする？絡む？絡むどうする？ニコ生時代ね、これが。いや、スルーしろって言われたら。ニコ生時代。ホームレス、俺のこと知ってるのかな？うん、俺のリスナーさんかな？うん、これ何年前？これは2015年だから2年前だもん。あの子2年前の今日ぐらい。ちょうど2年前ぐらい。そう。俺のこと知ってる人かな？うん。そうそう、丸メガネのサングラスっていうかね。うん、オープンベッドとかから。オープンベッドルーム。ほら、この自転車俺が使ってるでしょ、今。うん、これ、医師の自転車なんだよ、だから。うん、懐かしいわ。和道さんって言ったのが医師のだよ。寝てるじゃん。ホームレスやってたの。うん、笑うっしょ。超面白かったよ。あ、パソコンは？え？パソコンは？本当に1年ぐらいホームレスやってたからね。すごいよね。持ってるよ。面白いな。いや、俺タバコ売るのかやってねえわ。あらま、いや、ガチのホームレスだったんだよ。うん、ここで1年ぐらい、1年ぐらい生活してない。超面白い、今見ると。タバコ投げてんの、俺が。今から麻布行くんだけど、お前も行く？何しに行くんすか？やっぱスターバックス飲みたいから。電波送電っぽいよね。あ、本店なの。本店とか知らないけど。六本木をバックにスタバでドヤ顔するっていう企画をやってる。面白いな。今夜中です。うん。やってる。やってるやってる。行くか。面白い。面白すぎる。いや、歩き。どんぐらいかかるんですか。1時間半ぐらいだ。行こうかな。行く。これちょっと見ようか。石野浩介スペシャル。面白いんだよ。意外だな、行くんだ。いや、楽しかったよね、この頃。今、2時。うん、これで何？駅の方向かえばいいの？振り込みないの？うん、楽しかった、石野との生活は。途中から追い出したんだけど。何がダメだ？死にたい死にたいっつって、ホームレスになれって言ったから、もう面白いからなれっつって追い出した。モチベーションは何？楽しかったね。本当に電波少年みたいだったもんね。うん、一緒に行くの、うん。ただ歩いてるだけで面白かったもん。海保おはよう。うん、だパソコンの機材が悪いから音とかも悪かったよね、この頃。今何人ぐらい見てるんだろう。見てる人ちょっと手挙げてもらってもいいですか。匿名さん、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 匿名さんいらっしゃい。匿名さんいらっしゃい、匿名さんいらっしゃい、匿名さんいらっしゃい。匿名ばっかり。以上、アクティブ82名ですね。アクティブ82名ですね。ありがとうございます。あれじゃない？石野の、累計来場者数と同じ。めんどくさいの。石野の累計来場めんどくさいのだから、そういうところから蓄積されていくんですよ。何が？怒りが。関係性が良くないの。なんで俺2年前だもんだって。思ったことない。いいの、もう。そういうの、普通にやればいいのだから。そういうの。普通に、こう。面白いな。共通の話題っていうか、
そう、飛ばそうね。うん。ちょっと待ってね。うん。共通の話題っていうか、俺のアクティブと。この名前はもう今、ドーンになっちゃってるから、俺は。それはお前の問題じゃん。俺の問題なんだけど、いいんだ。楽しいやー楽しかったなこの頃。ね、なんか、うん、なんか怒ってるな。ちょっと太ってるね、20話後だから。わかんないな。うん、あ、一種の段ボールがあるよ、ほら。え、なんで段ボールいらない？いらね。うん、必要かなと思って。まだ大丈夫。ええ、うん。どこ？それはごめん。あの。守秘義務があるから俺にはプライバシーとか尊重するしモラルとかだ そこあれなんか、うん、そこ特にお前には言いたくないごめんねうざからみるあそうだったんだごめんねそれはほら俺が腕があるからだそれは俺が生主としての腕があるからコントになっちゃうそれはだからトークスキル必ずコントになるこの絡み良かったよねやべえ懐かしすぎる俺前勤めててそのあれでは痛いっすよなんでお前スタバーがあるとか言ったんだお前スタバーあるじゃんおい痛えわなんだお前はお前俺の企画潰す気かも言っていいことと悪いことがあるよ。言っていいことと悪いことがあるじゃねえのか、お前。ここで終わったら俺企画台無しだよ、お前。ふざけんな。おはようよ、のつい。今、昔のね。あ、分かった分かった。昔の企画見てる。俺、吸うところ見てたよ。2年前の。俺がタバコ吸うところ見てればいい。ニコ生時代の映像を見てる。いや、お願いしますよ、マジで。それぐらいだって。それぐらい俺だってお前が3本吸ってる間に、ね、水曜どうでしょう、ね、そうですよね、分かってますけど、いや俺もらう立場だっての分かってますけど、ちょっとタバコ1本くださいって。だって今だって金余裕あるんでしょあんまりないあるでしょ、だって30振り込まれたんじゃないですか。振り込まれてない、振り込まれてないから30。あ、それ嘘なんですか。何嘘って、俺30振り込まれてないよ。うん、お前も30振り込まれた時に振り込まれた、俺になんかしてくれた。飯おごったでしょ。いや、そんなね、そんな、たかだか1000円くらいですよ、たかだか。怖い。それ、意地？ねえ。俺も何もしなかったって、確かに。え、なんか？俺も何もしなかった、確かに。確かに俺も何もしなかった。だけど、それは状況があるでしょ。だ今もうこれがだから1本じゃ、くれたいいじゃないですか。面白いぞ。もっと本気が見たい、俺。もっと本気が見たい、お前の。超楽しかったもん。伝わってないよ、全然。ただね、いじりすぎてね。いじりすぎて嫌われちゃったんだよ、俺。今度は俺のターンだ。俺のターンでいいか。お前、俺には、俺からタバコ一本、こじれねえ。そんなんだ、お前、生主だよ、お前。食ってこうっていう腹がダメなんだよ。わかりました。ああ。俺の気持ち動かしてみろよ。とりあえず一本だけや。気持ち動かす、ね、ちょっと嫌だったらもうコンタ気持ち動かすじゃねえだろって始めるから。そうそう、じゃあちょっとタバコ一本ちょっとお願いします嫌われた、本気で嫌われた、壊れただからタバコくださいいいよ、あー最高。もう石野も30になっちゃったからね。この頃28歳だから。お前のフロー聞きたいからいやーもう最高だよね、石野。タバコだからもう、いじめでしょ。いじめの理論が分かんないって。いじめってねえから。面白いんだよ、こいつ。フリースタイル。最初のまずもう、入り口から今日おかしかったでしょ。ああ、メンドザルさんどうも。これ2年前の V っすよ。2年前の V。いいよ、語って。あの、実は、あの、共通、結構古いんすよ、石野と俺。まあいいっすよ。だからちょっと、タバコちょっとお願いしますよ。一種の面白いですよ。もっと足りない。俺同じ状況だったら和道さんにタバコあげてましたよ。それは俺やってましたよ。確かに30万俺何もしなかったけど。いや、ホームレスだったの、ホームレス。
こんな状態だったら俺ワークさんタバコはあげてま、さっきいただきましたけど、さっきいただきましたよ、さっきいただきましたけど、それぐらい俺やりましたよ、本当に。それは言える。だドンベルもシャンパン、やべえ、面白いね。リシの面白いんだよな。だからもう閲覧が伸びるの待ってるんだよ。こいつ本当に面白いんだよ。うん、だドンベルもシャンパンも何も入れなかったけど、うん、それは俺ちょっと1本くださいって、お願いし、マジ本当に。いや本当にタバコ1本でガッツくかんな。俺お願いする立場ですけど、うん、だけどちょっとお願いしますよ、マジ。いやだからお願いか窃盗かじゃなくて、そっとは良くないっすよ、良くないっすよ。おにぎりとか万引きするな、こいつ。お願いワークさん。だから俺が言われ、だって俺はね、リスナーからお金もらいろいろやってもらいましたけど、だけど、それぐらいはいいでしょ。いや、忘れてないっすよ、ワードさん。マジ、俺さっきまで何もやってなかった。忘れてないっすよ。本当に。やべえ、面白い。忘れてないっすよ、マジで。本当に。そう、普通に万引きしてたんだよ。いや、だから、いや、もう、だから、音声がましいこと言わないよ。全然俺、いやだから本当忘れてないよ。全然。いや、面白すぎる。忘れてないっすよ。面白すぎる。でも俺のさ、俺のスカイプ3回ぐらいシカトして、なんか気分が乗らねえとか。だかそれ俺、心配になってさ。気分が。スカイプをね、今までの流れでかけてきたところでわけのわからない、ぐちゃぐちゃめんどくせぇ。石野康介だよ。いや、今やってるでしょ。そのね、で俺別に2年前の V、佐々木さんこれ。面白いでしょ？マジでマジで。うん。面白いでしょ？スカイプ、だからな、こいつほんと才能あるんだよ。出ますよ、今度からちゃんと。今度から。今、いや、ふわっちで放送やってるよ。今、あってこうやって喋ってるの。ふわっちで放送やってるよ。スカイプはもう。あ、まあね。はい。うん、あ、石野、石野、ほら、ほら、ほら、いや、石野、ほら、吸いかけのタバコ投げたの。やったじゃん、石野。あれ好き？やったじゃん。いやだけど、こんなんなってますから。どんなんなってんの？ほら、いけるいける、見えます。いけるいけないですよ。うん。本当面白い、石野。本当いじめっすよ。何がいじめなの？だからそこ分かってないっすよ。いや、俺が今この状況になってるっていうのはこれ僕の責任ですよ。うん、誰のせいでもない。そうか。で別に和道さんが、うん、和道さんのタバコだから、うん、断ったっていいわけじゃないですか。ニコ生ノリだよね。だけどそっからだね。だけどニコ生のノリだよ、ね。知らない中じゃないでしょって。うん。お互いにね。そうだね、知ってるね。知ってますよね。知ってる。じゃあ、俺逆だったら、うん。いや、しの、タバコ、俺だったらあげてますよ。お前だったらな。それはそう思いません？思う。くれると思う。ですよね。うん。ごめん。タバコ1本くださいよ。いや、あげたの今。これ、こんなの。腹痛い。これマジ本当に俺懐かしいね。吸いかけのタバコ投げたの道路に、そしたら拾ったの。もっと吸えたんだよ。まともになんて一口も吸えなかったっすよ。もうフィルターまで。で、なんで笑ってるの？いや、お前もう全盛期のお前が戻ってきて俺は嬉しいんだよ。見てたから、ね、このコメントの走り方、4000コメントでしょ。別にどうでも、だからちょっと、だから、タバコいい。お前今輝いてるよ。お願いします。触んないでください。本当に。触んないでくださいよ。お願いします。本当にやめてください。マジで。手が怖いんで、本当に。これ、話してください、これ。本当にちょっとお願いしますよ。今、開けたじゃないですか。タバコ一本でこんなに面白いやついないでしょ。歩きましょう。むしろ臭い、マジで。あ、いいよ、風呂入ってないでしょ。だから、当時俺も最強のポケモンだったからね。
当時最強のポケモン。なんかごめん、なに、いいじゃない、うん、そう、柏木とかコッペとかもね、絡んでたしね。ニコ生面白かったよな。本当に僕は余計なこと言って。なかなか声かけづらいじゃん。だから、ワードを聞かせて。粘る。ガチだから面白いんだよ。台本でも何でもなくて、本気だから面白いんだよ。ちょっと空き缶いってて、ちょうど。ああ、終わっちゃった。ピモーラ。いやー、次行こう。これは見逃せないわ。これは見逃せない、うん、ちょっと待って、もうちょい見させて、面白すぎるんだけど面白すぎるからちょっと見させて、うんうん、着いた、うん、スタバに着いた。要は自分の家からスタバに行く、スタバから本読みながらスタバを飲みに行くっていう企画を医師のついてきた。竹本チェンソーあるよ、多分。ちょっと。行こう、急ごう、急ごう。この後も面白いから。着いたよ。コッペは俺より先輩だわ。戻ってきてるじゃなくて、俺より先にふわっとやってるわ。目的地。医師のガチだったよね。目的地着きました。ここです。新宿から歩いて。あ、クルーズ。これが僕が行きたかったスタバです。六本木のスタバ。じゃあ、早速頼みましょう。よいしょ。急げ急げ、もう時間ギリギリだった。あ、すいません、どこで注文は。こっちで、はい、うん、うなさん、マンカありがとう。すいません、抹茶キャラメルフラペチーノ。抹茶キャラメル、あ、違うか、抹茶、ちょっと、これが今キャンペーンで。そうですね。あ、じゃあこれで、はい、通るで、はい、はい、本当に始まった。そしたらちょっとじゃあ俺外で待ってたらおかしいっすよ、ほんとさっき。ちょっと待ってください、走れてるんですか。じゃあマジほんとちょっとじゃあ俺外で待って、待ってるか、これ待って外で持ってまだ言ってる。すみません。テラス席も禁煙となっておりますので、ご注意ください。Wi-Fi だと外で待って。顔が。信じらんねえわ。クソだな、マジで。あ、腹痛い。クソすぎるわ。本気かよ、マジで。1時間半歩いたんだよ。ゴミだろなんだあいつ。腹痛い。何が始末だ。腹痛い。マジで。いやー、この頃に帰りたいな。ふざけんな。いいね、この頃に帰りたいわ。楽しかったな。知ってたけど、知っていたけど。やっぱこれベストだな、この頃の、この頃は楽しかったな、配信。とんでもねえ野郎だな。食えなかったけど楽しかったね。食えなかったけど。うん、配信を純粋に楽しんでたよね。とんでもねえ野郎だわ。こいつ笑顔可愛いんだよな。こいつの笑顔大好きなの。そうなんだよな、犬の頭ついてんだよ、今気づいたわ。今思い出したわ、犬の頭ついてんだよな、うん、あら痛い。犬の頭ついてんだ、ほんと楽しかったよ、ね、今思い出したわ。今焼き増しでやってもニコ生のねえねえ、これさ、マジでさ、あのニコ生知らない人からするとさ、これ面白いでしょ。ふわっちでさ、だから、金梅さんもニコ生面白かったし、うなちゃんまも面白かったし、クオリティが全然違うでしょ？初めてニコ生のノリを見る人って。だから、ニコ生のノリのやつがなんで長生きなのかっていうと、あの、面白いんだよ、やっぱり。うん、ニコ生のノリは。お前ブロックな。うん、それでの店員の態度だ。あ、いやマジ本当タバコくださいって。だから全盛期のニコ生良かったよね。うん、面白いでしょ、先んちょ。本当うまい、マジ本当おかしい。面白かったよね。
タバコ1本くださいよ、マジで。本当に、本当に。マジで。いや、やったらことおかしいっすよ、マジで。待って、俺のパソコンだから。なになに、めっちゃうまい、これ。この、なんつうの。タバコを一本くださいよ、5万円なんだって。じゃ、だ、どうなんでしょう、こ、離れてすぐ、ちょっとタバコください、そしたら。落ち着けよ。うん。いや、落ち着け。面白いですよ、ピッピ。やってるおかしい。どうぞ。タバコ一本ください。なんでトンってやる。やってることおかしいっす。いや、だからそれ指摘してくれよ。だ全部おかしい。全部。なんで？俺今だからパーさん。タバコ一本ください。あ、そうか。ピザ食べたいけど給料日前、今日もコンビニ弁当か。ラーメンタバコ一本ください。いや、それは気持ち、メッセージは分かった。で、でだキャスより面白いぞ。ここでクエスチョンです。いじめとか、いやだからそういうのいらない。本当にいらないんすわ。タバコ一本くださいよ。めっちゃうまいよ。サクサクで。はよ。タバコを一本ください。ほんとに、おかしいっすよ。マジで、何ですか、やってる。そうだね、ご当地 T シャツ着てたね。おかしいっすよ。いや、だから、どうおかしい。いや、違う、分かってるんだ。笑い止まんないでしょ。分かってるから言ってる。この人ガチ。両方ともガチ。いや、もういいでしょって、うん。もうやめましょうよ。うん、初犯いらっしゃい。何を言う？これ。これ、まあ、もうリアルコントだよね。これの企画し、やめないやめない。いや、これはいいけど。これ。これ。芝居。こう。芝居。だから、タバコ一本くださいよ。暴力振るなよ。暴力は振るってないで。ガン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 膝を叩くの。やめて、ほんと。膝おかしい。年取って、もう年寄りだから。うん。だから背を乗せんのやって、これ。いや、マジ、ほんと、タバコください。一口飲む。あ、コッペとも絡んでたよね。うん。いろんな絡みがあったの。タバコください。いろんな絡みあったよね。まあまあまあ、これ、簡単に言うと、もういいでしょ、みんな。もう、大体分かったと思うけど、あと40分間ぐらいタバコくださいって言い続けるだけです。みんなもうオチは分かったと思うけど、永遠とタバコくださいって言い続けるだけの放送ですね。はい、次行きます。あと何があったかな、石野康介。石野康介。ちょっと待ってね。あ、ワードを石野で検索しても出てこないな。なんかね、捨て頃とか出てきちゃうね。パルパルとか。うん、ダメだ。石野がね、もうネームバリューがなくて。うん、石野が出てこないね。もう動画が残ってないわ。うん、面白いね。面白いね、石野康介。みんなよろしくね、石野康介を。みんなよろしくね。チェーンソーがなかったね。だから、石野と俺が焼肉食いながら、竹本が凸をかけてきて、竹本がブチ切れて、30分ぐらい、ずっと無視されて、チェーンソーを取り出すっていう回があるんだけど、俺らは黙々と焼肉を食い続けるっていう回がある。まあ、なんか検索して探してみてよ。面白いでしょ？石野康介。みんなよろしくね。初見さんみんな、もしよかったらふわっちフォローしてください。よろしく。あんまり俺が今手出すタイミングじゃないと思ってて、待ってる感じかな、石野が。石野が和道と絡みたいっていうのを待ってる感じだね、俺は。じゃないと、やつもやつで、やっぱ今再起をしてるところだから、うん。でしょ？うん。石野好きでしょ？面白いよ、すごく。だから、まあ、石野が絡みたいって言ったら俺はウェルカムだよ。解放バーガーありがとう。そう。やっぱさ、
まあ正直言うと、うざからみをしすぎて嫌われてる部分もあるから、2年間も会ってないのね。だから、まあ石野からなんか、ちょっと飯でもって言われたら行こうと思ってるけど。俺は今リスナーだから、石野の。もうあれから2年経つね。懐かしいね。ブーさんはあの頃見てたの。いろんなことあったよね。本当に。俺もさ、32だし、石野も30だよ。もう。年取ったよな。懐かしい、すげえ。もう2年経つんだもん、あれから。それ4年間配信やってたらいろいろあるよね。包丁出された？包丁？何のことだろう、包丁って。ちょっとわかんないな、包丁は。なんかあったっけ？なんかあった？包丁。ちょっとよくわかんねえな。包丁の回なんてあったっけ？覚えてねえな。ホームレス配信っていうか、もともと俺の家に1ヶ月半ぐらいいたの。で、石野がずっと死にたいとか毎日ぼやくのよ。死にてえとか、もう生きてる価値ないっす俺とか言って。で、あ、そうなんだって。まあ、うつ病だから。俺ほっといたの、病院行けばとか言っても、いや、もういいんすよって言って。で、ある日、俺に向かって飯も食わせてたんだけど、まあ、自分で稼ぐ日もあれば、金ない時は飯食わせてたの。で、あざーすって言って可愛いのよ。なんちゃんハートありがとう。で、その時に、石野がぼそっと、俺なんかもうホームレスになってのたれ死にたいっす、和道さんって、配信外で言ったのよ。もうのたれ死にたいっすよって。バカありがとう。で、その時に俺が、もう本気って聞いたの。そしたら本気ですって言うから、枠開いて、パソコン開いてニヤニヤしながら、あ、みんな重大発表ですって。石野くんは、今からホームレスになってのたれ死にまーすって言って、で、ホームレスがいっぱいいるエリアに二人で行ったの。石野家出るぞって、ええとか言いながら、なんすかなんすかって言って、で、うわーって二人で行って、ホームレスの人とかに、すいません、ホームレスやりたいんですけど、って言って、その時に出会ったのが浅井さんなの。浅井さんが、あそこを紹介してくれて、都庁前の公園紹介してくれて、布団を持ってきてくれたの。そっからの付き合いの浅井さん。だから2年3年ぐらい前。そう。一種の痛いでしょ。風船ありがとう。風船ありがとう。今のキャスより楽しい。だってキャスなんかもうニコ生の焼き回しどころじゃないじゃん。ニコ生なんかもうめちゃくちゃだったよね。すっげえ面白かったよ、ニコ生。最高に面白かった。っていうか、浅井さんも放送やってるし。今、浅井さんもリアルで放送やってるからね。浅井さん一種の和道ってね。そう、運命だよね、これ。石野に突したら玄関で包丁出されて、写メ見せてくれた。それ、石野じゃない。それは名前出していけない人かず。もう裁判で名前出していけない。それ石野じゃないわ。面白いよね。浅井さん今放送してるから挨拶行ってきなよ、みんな。浅井さんに興味ある人は。浅井さん今リアルタイムで放送中。浅井ゆき子。それ、裁判で名前出していけない人だから。いやー、超面白いよ。三大巨頭。いやー、またね、なんか、いろんな、それこそ解放とかも付き合い長くなるかもしんないじゃん。解放の回あったねーとかさ、みんな懐かしむかもしんないよ。お腹痛いでしょ。だから、言うのよ。昔からニコ生見てる人は、いや、ツイキャスとか言ってもお前ら知らねえじゃんって。ニコ生の全盛期知らねえだろ、お前らっていうのはそういうことだ。本当に面白かったの。いろんな人が。だから、ちょっとそう、ニコ生から上がってきてる。みんなさ、だって、ミズニャンもニコ生でしょ？ランハゲもニコ生でしょ？キンバエさん、石川のりゆき、モモナナ、うなちゃんまん、ゆいが、まあ、俺もそうだし、あと誰いる？関慎吾。
こんなんニコ生で最前線でやってた人だぞ。どこ行ったって通用すんのよ。ぬるいの、俺からすると。俺からするとぬるい。もう昔、あ、まあ、王子って誰？最初ニコ生から他のコンテンツ。あるよね。ニコ生知ってたらなんかぬるいよなっていう。そう。ナスコもわかんない。うん、大手ね。あの、雑魚は知らん。だからやっぱね、ニコ生でやっぱ閲覧稼いでたやつって面白いよ。うん、ニコ生で閲覧稼いでた人は力がある。便所太郎さんはキャスから。え、そう？ふわっちでトップ10はツイキャスで？いやー、どうだろう。うん。俺は FC2 民だから一緒。ああ、じゃあ、もうバリッバリの頃じゃん。ああ、もう俺が出会う前の話だよ。ブイブイ言わせてて、同時閲覧700とか叩き出してたもんね。ふわっちの超カリスマだったんだもん。ふわっちで配信始めて、同時閲覧700だよ。あ、ふわっちじゃない。FC2 で。化け物だったんだよね。まあ、よっさんもそうだよね。うん、いやー最高だったよね。ちょっとタイムラグ計算したいから手上げ5秒後にお願いします。はい、ウニのワタツ5、4、3、2、1、手上げお願いします。9秒ラグかな。問題ないですね。ありがとう、みんなありがとう。いやー、まあ、やっぱ配信の歴史って面白いよね。もっと面白かった時期もいっぱいあるぐらいなんだもん。いろんなのがあるの、いろんなのが。ね、緑さんにも歴史があるし。みんなは、やっぱ、どこの配信サイトがみんな好きよ。どこか書いてよ。どこの配信サイトが一番面白いか。俺ね、面白さで言ったらやっぱニコ生だと思うよ。自分でもわかる。ふわっちはふわっちで良さがあるのよ。キャスはキャスで良さがあるの。でも、面白さで言ったら群を抜いてニコ生だったよね。おはよう、ママさん。みんな手上げありがとね。うん。ニコ生のリスナーさん怖いけど、やっぱコメント力があるのよ。もうね、ただのディスとかじゃないの。もう、コメントで笑い取ってくるから。さっきのはコメントノーカット版だけど、コメントがバーって画面に流れてんだけど、超面白いよ。もう指示が来んのよ。タバコは絶対与えるな、とか。スタバは1個だよなとか、もう振りが来てんの。急出しが。うん。なあ、それは偉大だよ。ふわっちから食える配信者。要はもう仕事に変えちゃったんだもん。俺本当に感謝してるよ。ありがとう！ブーさん、花火ありがとう。うん。まあね。まあまあ人で選ぶのが正解だと思うよ。渋金はなんか復活したとかしてないとか聞いたけどね。あ、ユーストリーマー知らないんすよ、僕、みーすけさん。俺知んない。いやよ米がもう好き勝手かけるからね。俺は原点 FC2 じゃないよ。俺ニコ生。ニコ生から FC2 ちょっとやってた時期があるの。被って両方とも。うん、え、何花火投げるつもりなかった？うん。いや、あのね、実はうなちゃんマンがすごい感性がいいの。もうニコ生ダメだって思ったら FC2 行ったら FC2 流行ったの。で、ふわっちもキャスもタイミングバッチリだから。天才。本当に。場所選びの天才。でどこ行っても珍味団行くから、だからチャンマンが新しい配信サイトやったらやっぱ強いよ。あれここ面白いかも。ふわっちも見つけるの早かったよね。うん。うなちゃんマンはほんと嗅覚いい。その、ここもうダメかもしんねえなみたいな。そう。あそこは天性だろうね。うなちゃんマンの。本当に嗅覚の良さは天才だと思ってるよ。ツイッチは見たことないかな。それは本当昔から定評あるんだよね。勘がいいっていうかさ。うん。金映えはもうニコ生の時代は最高だよ。もう天才だったもんね。本当に神だったもんね。だから今の金映えさんで笑ってるキッズとかもう片腹なんつうの、もうだって本当の昔の小映えって今いないでしょ多分。その前世紀の金梅さん、もうピンでブイブイ言わせて暴れまくってた頃の金梅さんを知ってる人いなくない？多分キッズだけでしょ騒いでんのは。春日井の金梅、うん、あー嬉しいよママありがとうね、うん、ありがとう。
すごく嬉しい、そういう風に言ってもらえると。あとどんな配信やったかな。まあそうだよね、スティッカム時代はそんな大手じゃなかったんだよね。確かニコ生で大ブレイクした人なんだよね、うなざんまは。俺その頃知らなくて、もう俺が4年前配信始めた時はもうぶっ飛んで大手だった。レジェンド佐野、ご意見番佐野、もう佐野が全て悪い、うん、だからその頃だからもう大手だったね。あ、鮫島さんもニコ生出身じゃん。あ、鮫島どれ太郎ワドを見るんだ、ありがとう。はい、ワド2おはよう。うん、そんなんあったんだ。あ、あったね、あったね。はい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 。うん、香川さんも一回ね、FC2 の時苦労したよね。閲覧20、30とかでさ、一回ガタンって落ちたんだけど、復活して嬉しいよ。やっぱね、配信者って閲覧がダッて落ちる時あんの。もう本当に大手だったのに、20人とか30人しか集まらない時期をみんな経験してんの。俺はツイキャスでそれ食らったのよ。もう何やってもうだつが上がんないっていう。面白いことやってんだよ。でももうリアクションは全然ないの。ドレさんは最近有名になった人。この何ヶ月かで。それまでずっと10年ぐらい閲覧10人とか。可愛い行きましょうよもよかったよね。あと、のぞみのピンポンピンポンとかもね。ふわっちから来た人っていうのはドレさんとか、リナネコとか、ワンタロウ、アメリカ人とか、この辺じゃ。はい、いや、こうやとかさ。だから俺らは、その、こんなの面白くねえよって自信持って言えんの、そこなのよ。だから、古くから和道のこと知ってる人も、いや、こうやとかほっといていいよってなるじゃん。でも、今、こうやすげえ、和道閲覧落ちてるとか言うけど、その、もう余裕があんの。こうやなんか遊ばれてるだけでしょって。それわかるでしょ、こういうの見ると。あ、面白えば、正直言って。だからそこで培ったノウハウとかをこう応用しながらやってるのよ。米だけでも笑えるよね、まさんね。あ、面白いよね。ドレさんはね、あの、面白い。ドレさんは喋りの人よ、ラジオの人、本当に。そうそう、最初はドレさんこんな閲覧多くなかったんだよ。スバニアンで多くなって10人から30人50人になって、50人ぐらいから100人になったのが俺と絡み始めて、で、うなちゃんマンが目をスポットライト当てて急に来たの。あの、便所太郎さんの企画とか。おはよう、舞ちゃん。野田はね、生き残ったよね。それは、やっぱ続けてたからね。今夜はね、あの、才能があるっていうよりも可愛がられる。可愛いんだよ、本当に。ワンワンとの戦いも面白かったよね。ワンワンと裁判やったぐらいだからね。懐かしい。孫悟空おかえり。浅井さん見てきた。新八の出身わかんない。はい、バーガー2個プレゼントありがとう。じゃあそろそろアイテムタイムいきます。2時間経過したので、皆さん、2分間音楽流すので、お気持ちでアイテム投げてください。いきます。アイテムタイムスタートです。よろしく。マイマイ、風船4個ありがとう。ありがとう。お気持ちでアイテム投げるともらえると嬉しいです。マキルさん、バーガー5個ありがとう。マキルバーガーいつもありがとう。先んちょ、風船ありがとう。のの、風船ありがとう。カズ、バーガープレゼントありがとう。いつもありがとうね。応援してくれて。カズ、バーガーありがとう。ありがとう。カズ、バーガーありがとう。カズ、ありがとう。解放ハートありがとう。カズバーガーありがとう。シーバーガーありがとう。シンさんハート10個ありがとう。カズバーガーありがとう。ありがとうございます。ランさん、風船、あ、ハートありがとう。カズバーガーありがとう。カズバーガーありがとう。ユナチ風船ありがとう。カズバーガー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 ありがとう。クミタンパフェプレゼントありがとう。持った方、風船500個ありがとう。ごった方風船ありがとうね、500個も。カズバーガープレゼントありがとう。カズバーガープレゼントありがとう。カズバーガープレゼントありがとう。チー風船10個ありがとう。カズバーガープレゼントありがとう。カズバーガープレゼントありがとう。水虫系女子、アグリン、バーガー10個ありがとう。
キリコさん、風船ゴムありがとう。カズバーガープレゼントありがとう。カズバーガープレゼントありがとう。カズバーガープレゼントありがとう。風船解放ありがとう。カズバーガープレゼントありがとう。カズバーガープレゼントありがとう。カズバーガープレゼントありがとう。みんなありがとう。カズバーガープレゼントありがとう。ありがとう。ありがとうございます。アイテムたくさんありがとうね。みんなね。1時間に1回アイテムタイムがあります。カズバーガーラッシュありがとうね。ありがとう。ありがとう。ありがとう。カズのバーガーすげえな。カズバーガーありがとうね、たくさん。米欄が埋まったね。すごいな、カズ。カズのバーガーがすごいことになってる。アイテムみんなありがとうね。アイテムみんなありがとう。なんかでも新しい配信者、若手の人で勢いある人はどんどんコラボしていきたいよね。アイテムタイムね、1時間1回やってんの。やっぱトークの人だから、トーク邪魔しちゃ悪いかなと思ってくれる人もいるから、あのカズバーガーありがとうね。うん、ありがとう。そうそう、まああのいつないね、アイテム投げるタイミングわかんないから、アイテムタイム作った方がいいんじゃんってアドバイスもらって、でまあお気持ちいただこうかなと思って、うん、そしたらさ、1時間に1回、まあ、面白かったら風船1個でも投げてみるかってなるじゃん。うん、チップだよね。気持ちだよね。うん、カズアスありがとう。見える。今日ドレさん何時からだっけな、どうしようかな、今日一回寝ようかな。どんなアイテムでも嬉しいよ、嬉しいっすよ。だって1円でも価値をつけてくれんだよ。俺は最高だと思ってるよ。あ、まあゆいがさんも全盛期の面白さを失ったよな。自分の枠でやりな、自分の枠でやりな。うん、解放、どんどん解放は有名にならないといけない時期だから、自枠でやりな。どうしようかな、リアトツ。19時半か。ニコ生のレイチェルは、だってライバルだったもん。俺が当時競ってたのは、川崎洋平ワンワンレイチェルだよね。この辺が、客が被ってたそうだよ。うん、コミュレベも、レイチェルが一番コミュレベ高かったかな。で、川崎洋平がその後抜いて、やっぱお遍路配信が、パンチあったんだよね。うん、陽平くんはかなり意識したかな、俺。うん、まあ、レイチェルは独特なキャラクターで、やっぱ独創性で走っていったタイプだから。あいつアホだったな、レイチェルな。あいつでも面濃い顔してるんだよ。うん、なんか、ぶちゃ可愛かったね。美人なのかブスなのか分かんない顔してた、レイチェルは。あ、アホっ子だよね。あ、オッケーオッケー。やり方聞いてっていうか簡単だよ。アイテムボタン、下にアイテムボタンない。下にプレゼントボックス、スマホでしょ、ママさん。で、ここポチッと押すだけだよ。で、送信ってやるとアイテムポンって投げられるよ。うん。あんまり確約はできないよな、やっぱな。それ押してごらん。なんか風船1個でも。で、やってみるとわかるよ。そうすると風船とか花火とか選べるから。
キス何気に1年ぶりだったけど2回したけど上島竜兵芸っぽくなってきた、うん、あ、もしよかったらツイッターのフォローよろしくお願いします。ツイッターフォローよろしく。ツイッターもやってるんでね、ぜひぜひ皆さんフォローよろしくです。送信送信、アイテムを選んで送信って押すとアイテム送れるよ、うん、マムさん、うん、アイテム先に買わないと送れないけどね、うん、なんでニコ生の人たちはやっぱりその食えないんですよ、ニコ生やってても。でもあのニコ生の人たちからすると和道が50万稼げてるとか100万稼げるって、おいみーすけありがとう、いつも花火ありがとうね、仕事頑張ってください、俺で6万ぐらいしか振り込まれなかったの。だから川崎洋平とかレイチェルとかワンワンとか同じレベルなのに、多分今ニコ生で10万も稼げてないのよ。だからやっぱ食えるっていうのがでかいんだよ。もうアイラが700万稼ぐとかさ、なんだろう、和道が50万稼いだとか噂になってるんだよ。だからやっぱ来るよね。え、俺ニコ生で同じぐらいのレベルだったから俺も稼げるんじゃないのみたいな。でうなちゃんマンとか100万稼ぐんだから、うん、だからやっぱり給料がもらえるんじゃないかとか、これで食っていけるっていう、そうニコ生本当にトップ 1% どころじゃないよね。トップ 0.1% が食えるか食えないかだから、だからやっぱり純粋に稼ぎたいっていう気持ちの人が多いんじゃないかな、まあ、極めつけはヨッサンだよね。やっぱヨッサンとかヨシエとかハルヒとかもうね、実力ある人が稼いでいったっていうのがでかいと思う。俺も食いたいっていうかね、私も食いたいっていう、そういうのはでかいよ。ツイキャスも食えないでしょ。だから実はね、稼げるようになると面白い配信者が増えるから、俺はいいことだと思うよ。なんか小じき小じきって未だに言ってる人いるけどさ、ねえ、これだけ頑張ってさ、やってるわけだから体張ってるじゃん、ぶっちゃけ。いやいや、やめるらしいね。まあ正解だと思うよ。なんでかっていうとさ、ストーカー規制法が始まったの、強化されたのか。要は罰則が強くなって、今まで被害届がなかったらできなかったんだよ、ストーカーって。でもウェブのストーカーも対応するようになったのね。要は粘着書き込み、それから被害届がなくても刑事で引っ張れるようになったの。だからみんなも気をつけた方がいいよ。粘着してツイッターとか LINE とかこういうコメントとかでバーってやってると、ストーカーで普通に一発でアウトだよ、うん。うん、愛子ちゃん、たまちゃんだって最近じゃん。ここ1ヶ月間ぐらい出てきたニューカマーだから。ルーキーなの。もともとリスナーだから、たまちゃん、愛子ちゃん。うん、音変？音変じゃないでしょ。あ、まあまあね。だから、俺はふわっちで普通に放送をやるっていうスタイル。でもしよかったらお金くださいっていう感じだけど、キャスの人は閲覧10倍ぐらいあるわけよ。キャスに人が溜まってるから、キッズが。だからその中で大人の人はって言ってこっちでこじりタイムって感じだよね。俺は全然そういう風に考えてない。ナミニアマダツサムネ変えた？うん。そう。だからキャスの人は切り替えてる人が多いよね。こっちはお金くださいって。俺は普通に通常放送、メイン放送がここだから。
だから お気持ちいただけるとだいぶ助かるんですよ。そう、だから他の配信サイトやるつもりは今のところない。うん。そうそう、休み。いや、金梅さんとかやっちょはふわっち大事にしてる方だと思うよ。うん。うん。ミュールお帰り。まあ、ネットホストが一番儲かるよね。ニコ生チャンネル持ってる人、みどりさんで40万。要はトップクラスで40万でしょ。だって、俺とみどりさんの給料一緒なんだよ。おかしいでしょ。いや、俺80万だから倍稼げてんだよ。だから、みどりさんはもう完全に配信サイトミスってるよね。うん。やる場所をミスってる。だってあの人、多分ふわっち来たら200万、300万稼げるよ。うん。みどりさんの給料40万だよね、確か。だからバイトしないとダメなわけじゃん。養育費とかあるから。まあでも、ふわっちで受けるかって言ったらわかんないけどね。うん。ノズオリ今稼いでるんだ。へぇ。わかんない、それは。初めて聞いた。チャンネル持っててもそんなもん。だって、月、月、1ヶ月1080円でしょ？先発会員って。1080円。で、それの半分が緑さんに入るから、1人1ヶ月500円しか入らないの。だ花火一発、打ってみたいなもんじゃん。あ、まあ今20から30だろうね。今20万、30万だよ。うん。昔はピークで稼いだ頃、要は俺が配信やるのに1年前は40万だった。うん。だってさ、ニコ生のスーパースターがマックス40万だよ。そんなのさ、やってけないでしょ。そんな稼げるに入らないんだもん。体張ってアルバイトやる。ね、体あんだけ張ってアルバイトぐらいしか稼げないって意味がわかんないよ。うん。だからまあ、まあ、ふわっちに集まってくるわな、そりゃ。みどりさんのキャラクター的にはさ、あの、貧乏の方が面白いからね。そうだよ。ふわっちは月1000万クラスがいるんだもんね。ああ、前から言ってるよ。太郎さんと TJ さんがバーやるって。うん、昔から進行してる。捨て頃より前からやってる企画だよ。メンド太郎さんは企画有言実行するから安定感があるよね。安心感と。ニコ生はもうゴテゴテだよね。もうあぐらかいて営業、もうやる気ないもん。株主がやる、ね、株売り抜けて経営者がやる気ないんだもん。角川がさ、改良できるわけないじゃん。もうね、あの、ニコ生を設計したエンジニアを切ってるか、首切っちゃってるから、だからもういないのよ。開発が。もうダメ。どうだろうね。まあ、ニコ生もし、あの、新しいの10月リリースされたらやってみようかなとは思ってるけどね、テストで。うん、はい、バーガーありがとう。じゃあ、僕はドレさんの、企画に備えてお休みになります。皆さん、もしよかったら今日、夕方、ドレさんのリアトツに、フォローじゃなくて遊びに行くんで、放送見てくれる人は、僕の放送をフォローしてください。じゃあ皆さんお疲れ様です。ありがとうございました。ありがとう。今日のエンディングテーマは新月の方流そうかな。お疲れ。ありがとうございました。フォローよろしくお願いします。お疲れ様です。
前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえでお前バットボタン押してんねんもう。